こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、学校の勉強は社会ではあまり役に立たないのになぜ勉強するのっていうお話ですね。こういったのは、親御さんとして、いろいろ子供さんに聞かれたりとかすることも多いだろうし、僕なんかは、音大生教えてたりとかしますし、結構いろんな教育機関に携わったりするので、こういう質問よくあります。で、僕なりの答えっていうのが一応いつも、お話しする答えがあるので、そういったお話をしながら、皆さんで一緒に考えていきたい。これはもう絶対僕のが正しいわけじゃないんですけど、僕なりの考え方ですね。で、まあ、なぜ役に立たないのか、なぜ学校が必要なのか、学校なんか行かなくても偉い人いっぱいいるじゃんみたいな、こういうのありますよね。あと音楽でよく聞かれます、理論って必要あるの？僕結構理論派じゃないですか。なので、こう音楽理論とか歴史とか、こういうお話をするとですね、非常にこう音は音だからみたいなことを言われる方が非常に多いんですけど、まあここら辺について議題をお話ししていきたいと思います。それではまずですね、なぜ役に立たないかっていうことですね。これはですね、答えが一つになるようになってるんですね。もし足し算とか引き算とか掛け算とか、例えば、まあ暗記物が多いですよね。何々は、まあ、聖徳太子とか、泣くよウグイスとか、そういうこう、もう覚えてしまえば出てくるもの、あと公式を当てはめると答えが出るものっていうものがもうほとんどだと思うんですね。まあ、国語っていうか微妙なものはあるんですけど、大概は答えが一つになるようになってるんですね。で、なんで役に立たないのかっていうと、社会に出たら答えがいくつもある難問だらけなんですよ。要は一つに決まらないんです、基本的には。だからこういろんなこう、まあこう権力争いとかそういったものがあると、一応規律上はこうなってるけど、その中間のグレーゾーンみたいなものがいっぱいあるんですよ。ところがこんな、答えがですね、結局そういうこう忖度をしなきゃいけないようなものであったら、結局添削が公平にならないわけですね。あの先生だったらこれは100点だったのに、この先生だと0点だったみたいなことが絶対起こるわけですよ。だからこう先生にこう依存しない形で学校の運営をしていくとすると、やっぱり必ず答えが一つになるものになってるんですね。だからこの中でも結構理不尽なことありますよ。だってうちの親戚の子がですね、小学校3年生の時かな、地球はなぜこう、太陽はなんでこう動くのみたいなやつですね。彼はなんか本を読んでたので、要は地球が回ってるからって書いたら×が来てて、それは4年生で教える答えであって、3年生の時はそれは答えるんじゃなくて、太陽がなぜ動くかの、なぜがこっちに動くかなのかっていうのはなんか別の答えがあって、なんかそれをちゃんと3年生の時答えて、でそれからハッと気づいて、4年生の時のその教科書に気づいて、4年生の時になったら地球が動いてるからっていう、そういう気づきが必要だっていう話なんですよ。でもそれっておかしくないですかっていう話をしたんですけど、結局最終的にいろいろ言ってみたんですけど、答えが結局×になってしまったんですね。でもこういう理不尽なことって世の中いっぱいあるわけですよ。で、理不尽なことにいきなりこう、まあほとんど理不尽なことがない、こういわゆるこう公平になるっていう状況の中で、まあいわゆる理論的なものを思考を身につけていくためにやるんですけど、こういった状況もですね、まあよくこう、まあ親御さんがこう答えてしまったりとか、結局これ自分で解決していく問題なんですね。これはその親御さんがああだこうだ言うんじゃなくて、子供が先生に対してこういろいろ言ってみて、あ、やっぱりそれでも揺るがないんだっていうことを知ったりとか、そういうことがすごい大事だと思うんですね。僕なんかこれが、いや、それを推奨してるわけじゃないですよ。僕なんかはもう本当に、結構先生たち怖かったし、平気で殴られましたね。ビンタとかよくされたし、よく別に全然気にしなかったし、でむしろ親もビンタされても歯が折れたりとかするって言ったら問題があると思うんですね。僕も確か歯も折れたことがあるんですよ。で、その時はさすがにすごく謝りに来たんですけど、病院通った時のお金とか多分もらったような気がするんですけど、でもまあ基本的にはこの子の問題なので全然大丈夫ですっていうふうに親が言っていましたね。なので、そういうこう、昔はそういう風だったと思うんです。で、こう、小学校義務教育に関しては、基本的にはまあ、比較的守られた状況にあると思うんですね。もう難問が少ないわけですよ。社会に出たら難問がめちゃくちゃ出てくるので、なので守られた状況の中で自分でこう、いろいろこう、ね、社会共同生活で、まあ挨拶しましょうとか、そういったものを覚えていくっていう意味では、まあ、こういう答えが一つになるっていう状況でみんなで勉強しながら、比較的に守られた状態でやっていくから、だから社会には役に立たない。じゃあなんで学校が必要かっていうと、難問をいきなりやるとですね、比較的ダメージが大きいと思うんですよ。例えばその、
給料がガツンって下がって生活できなくなるとか、いきなりそういうこう難問の前にやっぱりこういう守られた状況の中で答えが一つに決まるものを見つけていくっていう作業をしていく上に理論的な思考を身につけたりとか、まあ要は覚える量も多いからね、計画を立ててこなす訓練をするということですね。まあそうでなければ結局点数取れないわけですから、そういうことに自分で気づいてやるっていうところの状況を作るのが学校だと思ってるんですよ。でも最初からもうだから、まあロールプレイングゲームがこうやったことない人はピンとこないかもしれないですけど、要は最初は自分のレベルが低いんでスライムとかがばっかり出てくる城から始まるわけですよ。でスライムをこう倒していくわけでしょ。である程度いくとこう鍵がもらえて、でこうそのいろんなとこに入れるようになってみたいな、こう順番になってるわけですよ。そういう順番を学校で作ってくれる。いきなり社会生活バーンっていう、もう何も見守られてない状況で、まあ正直こう、まあ確かに今でもね、そういうのこういじめの問題とかあると思うんですけど、そういうのも別に社会に出てもいじめは絶対起こるので、だからそういうのをこう克服していく、そういうこう身につけていかなきゃいけない。まあだからそれもだから誰が教えるんだって、家庭が教えて補助で学校で教えるっていう、僕はそういう風だと思ってるんですね。でもちろんそのいろいろこう不適合もあると思うんですけど、基本的には自分でやっぱりこう身につけていかなきゃいけないもんだと僕は思ってます。だから学校なんか行かなくても偉い人いっぱいいる。それは学校よりも実践でいきなりできてるからすごいわけですよね。たださっき言った通り、失敗した時のダメージは大きいね。で学校に行くと得点がいっぱいあるんですよね。いい大学に出ると、自動的にここに入れるとかね、まあ、要はロールプレイングゲームで言うと、いろんなこう要は宝箱の鍵をもらえるみたいな感じね。だからその、もう最初から優遇されるみたいなチケットがいっぱいもらえるわけですよ。でもそんなことなくても結局実践で全部それをゲットしていく人ってやっぱりいるんですね。なので、その、もう最初からそういう風にやりたいとか、もう本気でやりたいことがこう決まってて、こういう風に弟子入りした方がいいっていうんだったら、もう学校の教育よりも、もちろんそっちで腹くくった方が、絶対にこう、インプットは大きいわけですよね。ただダメージは大きいですよね、失敗した時のダメージは。だからやっぱりこうスライムとかこう簡単なものを倒して、ある程度の装備を身につけてから、でからそれからちょっと難しいところに挑戦するっていう、僕仕組みだと思ってるんですね。だから学校とかこう出るとですね、学校が偉いとこ出ても結局社会では結局役に立たないので、それを役に立てていかなきゃいけないのね。だけど学校が俺はここに出てるから偉いっていう風に言っちゃうと、まあ残念な感じがするのは、そんなの社会は全然役に立たんじゃんみたいなところにあったりするんですね。やっぱりこう頭のいい人というか、こう人生経験長けた人っていうのは、自分の要は大学がいいからとか自分の学歴がいいからっていうのは鼻にかけないですね。それをするとまああんまりうまくいかないっていうことを知ってるからね。だから普通そういうふうにしないんですけど、最初によく言っちゃう人いますね。だから僕音楽やってて、要はバークリー音大ってもちろんそのね、いい学校なんですけど、バークリーで卒業したこの人うまいなと思ってて、あれどっかで勉強しましたって言ったら、あすみません、ちょっと僕バークリーちょっと行ってましたみたいな人は多いんですけど、最初から会うなりいきなり演奏もしないのに僕バークリー出てるんですっていう人は、あこの人あんま上手じゃないなって思ったりします。はい、これはなんかちょっとそういう風に感じたりしますね。なので絶対そうじゃないかもしれないんですけど、でもこう学校っていうシステムでこう鍛えられてるだけなのに、そこに対してそれがそこでしか自分のアイデンティティを示せないのは、演奏したら分かるしね、上手い人っていうのはすぐ分かるし、できないなって思う人はそのすぐ分かるし、それが別に最初に自分はここの学校出てるから僕は上手い方なんですよって別に言わなくても、演奏すれば別にすぐ分かるしみたいな感じですよね。で聞いてみたらそういう風になんかなったみたいなことは多いかなみたいな。で自分もやっぱ会社経営してて、やっぱ人を雇おうとして、やっぱりいい学歴があるとちょっと安心なんですよね。やっぱりその一応基本的なこういうこうまあ計画を立ててこなす訓練されてるので、こういうのやっといてって言うと、自分で勝手に計画を立てて訓練されてるからやっていく人が多いです。で理論的な思考を身につけてるので、あここはこうこうこうだからこういうふうに次はこれが来るなって思う人が多いだけね、できない人もいますよ、学歴が高くてもね。だけど、総じてそういう訓練がされてる、計画を立ててないと、ああいう試験はクリアできなかったから、だから多分きっと、
分かんないからね、最初に会ったらね。だから面接するときに分かんないから、多分この人の方がきっとこういうことができるだろう。でも面接してて、あ、やっぱおかしいなと思ったらそこで落とされるわけですよね。だからなんで面接だけが必ずついてるかって言ったら、あ、クリアはしてるけど、あ、こうダメなタイプの人か、そうじゃないかっていうところを見分けてるって感じですね。なので、まあ本気でやりたいことがあるなら僕はそちらに進んだ方がいいと思います。だから、音大生で、自分が進みたいのが音楽じゃなくなってこっちに行きたいんだっていうなったら、うん、それはそれでそっちに進んだ方がいいんじゃないのかな、親御さんとよく相談してっていう、まあことはお話ししますね。親御さんがお金出してるわけだからね。はい。音楽の理論っていうのは何かっていうとですね、理論っていうのは自然な流れをこう、まあ法則をまとめたものなんですね。多分こういう流れで来るとこっちのハーモニーに行くだろうとか、こういうメロディー来たらこういう風に行くだろうっていうのを、まあ文字化したっていう感じのものなんですね。で、その理論を知ってないと、なんか自分でいいなと思ってたらなんかの理論に当てはまっちゃってることが多いんですね。でもまあ天才はいますよ、めちゃくちゃ天才。例えばジョニー・ミチェルとか、全く理論やってないから、だから普通の理論勉強した人ってはこう説明がつかないようなハーモニーがめちゃくちゃ多かったりとかするんで、もちろんそれでできたらそれに越したことはない。さっき言ったみたいに普通はなかなかそこに到達しないんだけど、全くそれをやらずに行く人っていうのもいるんですよ。だからそれはそれでいいかなと思うんですね。でもまあ理論を超えたかったら、やっぱり理論を全部知っておかないと、超えるっていうのは要は理論を超えなきゃいけないわけだから、この理論が、これは俺の理論にはハマってないハマってないと思わなきゃいけないわけだし、まあ、僕もマイルスとかコルトレーンとか今、ものすごい辞典たくさん読みますし、辞典評伝、いろんな教材いっぱい読みましたけど、やっぱり、マイルスなんかものすごい理論たくさん知ってて、コルトレーンなんかもものすごいこう積み上げていた上のフリーなんですよね。だからこうやって考えて、要は理論的に考えてこうじゃなくて、メロディの方から考えるとこうなるんじゃないかとか、ここに縛られずに音楽やるためにどうすればいいのか、理論はこれは知ってる、これも知ってる、これも知ってるけど、この理論にはまらないように自由に演奏する、でもデタラメとは違う演奏するためにはどうすればいいかっていうことを常に考えてる。めちゃくちゃ練習してるし、まあ、マイルスもこれでもすごい練習量ですからね。なのでこういった、まあ、練習をした人がさらにその上で第六感を使った演奏するって言ってるんですね。まあ、マイルスなんかもそうですけど、結局理論で考えてる演奏ではなくて、理論は全部知ってて、今まで流れはよく、まあ自然な流れは知ってるけど、こう来たらこういうのがいけるんじゃないかっていう、こう、まあ論理的な思考と感覚、要は自分の体感した感覚で、このハーモニーどうだっていう当てはめていって演奏したから、だからすごいものができていくっていうふうに思ってるんですね。なので理論をちゃんとこう勉強して、こう、まあ、いわゆるそのどうですかね、やっぱり演奏するときってセッションっていうのがよくあって、ジャムセッションとは違って、プロ同士でセッションライブっていうのは、そのいつもパーソナルに同じメンバーでやってなくて、初めましてってやるときっていうのは、やっぱり意外とこう慎重に、これ来たらこう返すみたいな、こんにちはって言われたら無視するとかって、やっぱりちょっと変じゃないですか。でもまあ慣れてる人だったら、あの人いつも無視するねでいいんですけど、こんにちはって言われたらこんにちはって言い返すみたいな、そういったこうまずジャブとかそういったものがこうお決まりのことをやって人間関係ができてきたら、ちょっとイレギュラーなことやり始めるっていうことが多いんですね。だけどイレギュラーのとこ行くまでに終わってしまうこともあるんだけど、でも新鮮さっていうのは音楽では初めて言葉を交わす感じっていうのがあったりする。だからなんとかセッションっていうアルバムに関してはそういう風だし、自分たちのパーソナルのバンドでやってるってことはもういわゆるこんにちはとかおはようとかそういったものはぶっ飛ばして、いきなりもうフルスロットルで音楽を始めることができるということですね。マイルスの、黄金クインテットの第1期2期もものすごいこう下地があった上にこう潰していくっていう作業をしてるし、だからもう最初からもう当たり前のやり取りとかっていうのはもう2期の頃では全然ないですしね。でコルトレーンの、カルトっていうのに関してもやっぱりこうジミー・ギャリさんとね、マッコー・イタイナーとエルヴィン・ジョーンズとコルトレーンのこの4人でやってる時っていうのは、やっぱりこうこんにちは、初めましてみたいなのをもうぶっ飛ばして、もういきなり最初からフルスロットルで音楽を進めて、さらにさらにさらに高いところに持っていくっていうことができるわけですよ。なのでやっぱりこう理論っていうのをちゃんと勉強していくと到達が早いわけですよね。だから全く何も知らずに感覚だけでできる人っていう天才っているんですよ。
多分前世で2回ぐらい音楽家やってるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、そういう人は別に理論とか知らなくても全然いいと思うんですけど、初めましてでやるときはやっぱり理論とかやった方が僕はいいような気がしてますし、でそういうこうなんかこう例えば、スコット・ラファローとビル・エヴァンスってものすごいこうもういきなりフルストロットルでやってるじゃないですか、あのポール・モちゃんと3人でやってる。でもスコット・ラファローって他のセッションアルバム聞くとものすごくハードに普通に4ビートの、ビバップ の理論にもう理論完璧ゴリゴリみたいな感じの演奏してますからね。だから人によって違うみたいな、だからこのこっちを見たからこっちがまあ抽象的な音楽ってどうしてもこうドクンドーンってくるから、こっちを聴いたらこっちが物足りなくなるのは分かるんだけど、この新鮮さみたいなのもいいみたいなね。例えばこう、こう貝とかはあの生で食べるときとこう燻製にしたときって燻製の方が味が深いんですよね。でも生でこうストレートであんまり味わいは深くないけど、こう若さみたいなのとかこうフレッシュな感じっていうのもいいじゃないですか。だからどちらもめでれると僕はいいなとは思うんですけど、で今どっちが聞きたいかっていうこともすごい大事だと思うんですね。だから複雑なものって結構自分の体調が悪いときってしんどいんで、フレッシュだなんか楽しいな楽だなっていう浅いものっていうのももちろん軽く楽しみつつ、で深いごっつりしたやつを今日食べたいなみたいな、こうもう本当に複雑でもうガツンって重いの食べたいなって思うときはそういう風にすればいいかなっていう風に思います。そうやったこういろんなこう積み上げみたいなことをしていくためにも学校なんていうのは僕は必要なんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、まとめですね、一生、まあ、人生一生勉強ですよ、僕もずっと勉強してますし勉強大好きですからね、勉強は楽しい、これが楽しいっていうところを見つけなきゃいけないと思ってて、僕はできるだけこうまあ指導をするときにはですね、いかにこうこれが楽しいのかっていうところだけをやって、宿題はもうあとで自分でやればいいよとか、で宿題で分からないところはサポートしつつ楽しいよねっていうのを、僕は楽しいっていうのがこう相手に伝われば本人が勝手にやり始めると思ってるので、結局学校っていうのはそういうところの場でもあってほしいんだけど、なかなかこうたくさんの、ね、講師の人たちでやっていくと、まあなかなかこういろいろその考え方も違うんで、いろいろ圧力はあったりするかもしれないですけど、結局学校で講師じゃなくて教師じゃなくて友達とかからかもしれないし、そういう共同生活やることによって守られたところで、共同生活やるところで、あのこう勉強は楽しいなっていうのを見つける場だとは思ってたりとかするんですけどね。だから勉強は楽しいと思ってすればめちゃくちゃ僕は楽しいと思ってます。まあもう本当にいつでもいろんなことを勉強してっていうふうに思ってますし、もう本当に今の状況でもっぺん小学校からやり直せるんだったらもう本当にね、いくら払ってもいいなって思うぐらいですね。それぐらい本当に、まあ、人間間違って失敗して、でもこうなんかこう勉強して楽しくなって、人生がどんどん楽になっていくっていう人生だと僕は思っているので、やっぱりその守られた状況でやるのがいいのか、もういきなり最初からもう野ざらしでもうあのコンボを一本持っていきなりものすごくうよよといる敵の中に切り込んでいって、まあ何度も教会で復活して、やっていくのがいいのかっていうのは、まあ、これロールプレイングの話ですよ、まあ本当にどっちを選んでも別に構わないとは思います。ただ、学校の勉強イコール人生に役に立たないから、だからなんで学校行かなきゃいけないのっていうところは、ここは直結しないと僕は思ってますね。人生一生勉強だから結局どっちみち勉強するんだけど、あの理論的な思考、要は難問じゃなくて最初から簡単な問題をちょっとずつ解いていってレベルアップしていきましょうっていうことで考えていただければ、学校でそれを楽しみながらできればとてもいい場所なんじゃないかなって僕は思ってます。いろんな意見があると思いますが、あんまりアンチな意見書かれると、僕もへこむんであれですけど、これもあくまでも僕の考え方ですよ。僕の考え方なんですけど、僕が、こう義務教育とか、まあ、いろいろもちろん改善していかなきゃいけないこともいっぱいあるとは思うんですけど、基本的には僕は日本ってよくできた教育システムなんじゃないかなって、まあ、全体的に見てももちろん、まあ、もっともっと進んでる国もあるから、もちろんそれに追いつくような、努力もしていかなきゃいけないんだけど、比較的やっぱりこう、もちろんねこう新聞とかにはいろいろ問題バーンって載るんですけど、あの新聞って同じことを何回も書くじゃないですか。だから全体的に見るとものすごくこう安全な
ものだと僕は学校は思っています。もちろんそれ被害に遭った人からすればもうそんなことはないっていうふうに言われると思うんですけど、まあおしなべて平均して言うとみたいな感じで言わせていただきますけど、そういうふうには僕は感じています。なので、学校僕はそういう本当に質問があると自分がどうしたいかっていうことと、何のために学校に行くかっていうところの、役に立たないイコールダメではないっていうふうに考えていただけるといいかなと僕は思っております。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。